選手表彰中のグラウンド観覧席は選手の背中が見える席となりますのでご了承ください。オープニングの終了後は速やかにスタート席へとご移動をお願いします。続いてグラウンド観覧中の撮影ルールをご案内いたします。ドームの板のため立脚や三脚などは使用禁止です。お控えください。またカメラを無人で設置することやローワーク他のお客様のご迷惑に対する撮影もお控えください。撮影はご自身のお席からご自身の前で行ってください。席の移動はできませんのでご協力をお願いいたします。続いて本日のプログラムをご紹介いたします。まずオープニングはバーチャル移動式パレードと全身モーションを行います。コロナ禍で実現できなかった移動式パレードをここ京セラドーム大阪で再現いたします。選手たちに温かい拍手をお送りいただき一緒に優勝の喜びを分かち合いましょう。第1部はステージバラエティに荻野法律相談所丸々選手を訴えてやるをお届けいたします。とある選手から被害を受けていると選手たちがついに声を上げました。そこでオリックス史上最強の裁判官をお迎えし被告人に言語での訴えを聞いていただき有罪か無罪かを判決します。果たしてどんな訴えなのか乞うご期待。第2部はバファローズの選手たちを勝手に表彰いたします。涙あり笑いありの全オリファンの心に残る選手たちにご注目ください。ファンフェスタ終了後は2021年のエクストラプレミアムメンバークラシック会員限定でグランプリ開放を行います。グランプリはフォトスポットも設置予定。グランプリ入場には簡易証の提示が必要です。参加希望の2021年のエクストラプレミアムメンバークラシック会員の皆様はファンフェスタ終了後そのままお席にてお待ちください。グラウンドの準備が整い次第アナウンスにてご案内いたします。今年のファンフェスタの内容盛りだくさんです。ぜひ最後までお楽しみください。